どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔です。はい、今日はですね、体調不良に要注意ということでね、お話をしていきたいと思います。寒くなってきましたね。この時期ですね、部屋の中を暖かくしてる方がほとんどだと思います。もちろん寒くしなさいってことじゃないんですけども、ただね、外との気温差があんまりにもね大きくなってくると、ワンちゃんたちも体調不良を起こしたりとか、あとね、よくねストレスって言われるんだけども、別にワンちゃんって何か嫌なことがある時だけがストレスじゃなくって、もちろんね、その寒暖差っていうのも、暖かいところから寒いところに入ったりすれば、それもまた体が合わせていかなきゃいけないし、寒いとこから暖かいところに入れば、またそれもね体が合わせていかなきゃいけない。それはね、人だとね、ある程度体の大きさもあったりとかするので、その辺がね上手にしやすいと思うんですけども、ワンちゃんたちは人以上にね、やっぱり体温調整っていうのはしにくいんだと思います。1枚脱ぐってわけにもいかないですしね。なので、いろいろこちら側でね気をつけてってあげないと、その気温差っていうのがストレスになることもあるんじゃないかなって思ってます。一番やっぱり増えてくるのは、例えば嘔吐だったりとかね、あとは下痢だったりとかね、そういったのもやっぱりね、ワンちゃんたちこの冬って多くなってくるんじゃないかなって思います。部屋の中をあったかくして、例えばね、こたつとかホットカーペット、その他に湯たんぽだったりとか、あとはエアコンで部屋の温度を上げたりとか、ストーブとかも使ったりするんですけども、一番気をつけていただきたいのが、やっぱりね、ワンちゃんたちも冬でもね熱中症ってなるんですよ。これすごいね気をつけなきゃいけないなと思っていて、特にワンちゃんが体調不良でね、体調が悪いよっていうと、こっちも温めなきゃってなって、ガンガン温めちゃったりすることもあると思うんですけども、ただもちろん暖かくすることは大事なんだけども、しすぎっていうのはあんまり良くないかなとは思っていて、さっき言ってた嘔吐とか下痢とかっていうのは、やっぱり水分を多く失ってしまったりしますよね。なので、もしねこたつの中にずっといたりとか、あとはエアコンの風の当たるところだったりとか、ストーブの前とかね陣取ってると、ワンちゃんたちもたまにねお鼻カサカサになってる子いるじゃないですか。なので冬だとね、水分をね余計ね、人もそうなんですけど取らなくなるのもねあるんですけども、そのせいでね体調不良になりやすい子も多いんじゃないかなって思ってます。分かりやすい子だとやっぱり震えたりとか、中にはね気温差だとね、最近うちのお客さんからよく聞くのが、くしゃみクシックシッってやったりとか、あと逆くしゃみやつですね。こういったのもね出やすいのかなと思いますので、もちろんねあまりにもひどい時は病院に連れて行ってあげて、動物病院さんでねしっかり見てもらうっていうのが一番いいと思うんですけども、まずね私たちの中で気をつけていけることっていうのは、まずは水分はこまめに取らせてあげる。お家の中でもねお水置いといてあげて、ワンちゃんたちがお水飲めるようにしといてあげたりとか、あとは本当にお水飲まない子になってくると、例えばねお水にお肉をね茹でた茹で汁だったりとか、ちょっと味付けてあげたりとか、その他にもドッグフードですね、ふやかすわけじゃないんですけど、ちょこっとお水とかねお湯とか入れてあげたりすると、ご飯食べながらもね水分取れるんじゃないかなって思ってます。あとですね、暖房器具、部屋の中で使っているものですね、その使い方も気をつけてもらって、例えばねお散歩行く前にはね部屋の中の温度をぐんとは下げない、少し下げておくだけでも、やっぱりその寒暖差っていうのは少しなくしたりすることができるかなって思ったりとか、あとはワンちゃんたちにも冬ですね、外に出る時にお洋服ですね、中には必要な犬種の子たちもいると思う、みんなじゃないんですけどね、寒がりな子たちにはお洋服着せてあげるとかっていうのも対策の中の一つとしてはねありなんじゃないかなと思いますので、この冬気をつけて楽しくね過ごしていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。はい、ということでね、どこまで気をつけてもね体調崩しちゃう時は崩しちゃうから、その時は本当にあんまりねひどくなる前にですね、病院の方に連れて行って獣医さんに見てもらうのが一番いいとは思うんですけども、ただね私たちのお家の中でのね過ごし方でもね、ワンちゃんの体調ってかなり変わってくる部分ってあるんじゃないかなと思いますので、是非皆さんもですねこの冬気をつけて水分を取らせてあげて、あとは部屋の中の暖かくする時もしすぎないようにね、うまくねワンちゃんにお洋服着せたりとかね、部屋の中での室温ですね、あとは湿度とかも気をつけながらねやっていただくと、かなり違ってくるんじゃないかなと思いますので、体調崩すとねワンちゃんね非常にね体が小さいのでね大変なんでかわいそうかなと思いますので、気をつけてこの冬楽しく過ごしてみてはいかがでしょうか。